ワクワクリスニングクイズ 8-5 回答と解説です。 I was saying I'm sorry No available time slot tomorrow I'm sorry No available time slot tomorrow I'm sorry No available time slot tomorrow 申し訳ありません、明日は空いている時間枠がありませんと言っていました。悪いお知らせだったりとか、相手の要望に答えられないときは、とりあえず I'm sorry とか I'm afraid というふうに言いましょうっていうのは、いつも接客英会話で言っているので、そこまでは皆さん分かったようで、それは安心しました。でもその後が結構難しかったみたいですね。まずですね、No available time slot なんですが、その前に There is が隠れていました。There is のじゃん。There is が隠れていて、No available time slot だけを私が読んでいたっていう形になります。これはもうほとんど省略して言うのが当たり前なので、私もあんまり意識してなかったんですけれども、No problem っていう時と同じです。皆さん No problem って言いますよね。あれは本当は There is no problem なので、正しくは。はい、で生徒さんの方から、これってもしかして There is が省略になってませんかっていう風に言っていただいたんですよ。すごく嬉しかったです。 TOEIC は300点台の方ですけれども、着眼点が素晴らしいと思いました。今回一番皆さんが難しいと感じられたのは、この Time Slot の Slot の部分だったようですね。 Time Slot Times S が聞こえるんだけども、何の S なのか。Times、複数だったらその後に何かつく必要は特にないし、もし Times、Time is の Times だとしたら形容詞が来ないとおかしいし、でもここには入らないしということで、それなりに皆さん文法的に検証して、本当にもう考えに考えた結果、ほとんどの方は Times、Times、A lot って書いてあったかな、 Times、Times、複数の Times で A lot、 そんなにないですとかね、意味付けをして送ってくださいました。でも考えた結果だから、それは評価しますけども、 Time slot、 Time slot で時間枠とか時間帯っていう意味になります。もともとスロットっていうのは溝とか隙間のことですね。よくわかんないけど、スロットマシンとかのスロットのことですね。なので、スペースっていうことです。予約を入れるための枠とかスペースっていう感じで、どこも空いてない、その溝っていうかね、入れるべき枠が全然空いてないっていうことです。 No time slot、単数なので、もう1個も空いてないっていうイメージだと思ってください。レッスンの予約をするときにも使えるので、ぜひメッセージでもメールでも電話でも積極的に使ってみてください。ちなみに今タイムスロットすごい空いてますからぜひ予約してください。はい、それでは発音を見ていきましょう。 I'm sorry はこのくらいの長さになったら I'm sorry、 口を閉じて終わり。 I'm sorry、 I'm sorry、 I'm sorry。 それからNo available time slot. No available time slot. No available time slot. で、T と T が重なるので、time slot tomorrow. Time slot tomorrow. でもいいんですけど、普段はあんまりこういう話し方はしないですね。No available time slot tomorrow. まあ、イギリス英語だったら言うかも。でも普通は TT と来たら一括で、一回で済ませます。No available time slot.Tomorrow. No available time slot tomorrow. あんまり、大げさにやらなくてもいいんですけど、 slot tomorrow じゃなくて slot で、舌が上顎に近づくところを、イメージとしてはこうダンスでちょっと軽くジャンプする感じでイメージして、で tomorrow で着地っていう風にやるとやりやすいかも。大きなジャンプじゃなくて slot じゃなくて slot tomorrow、軽く何軽くシャッセじゃなくてなんだっけ、軽くジャンプする感じでね。 I'm sorry, no available time slot tomorrow. I'm sorry, no available time slot tomorrow. 軽く飛ぶ感じでぜひやってみてください。で、前回もお話ししたんですけれども、日記購読メンバー、日記を購読できるプランの方であれば、
この課題を自分で LINE のマイクボタンを押して発音していただければ私がちゃんと見て直します。安すぎてピンとこないのかなとか思ったりするんですけど、でも言っちゃったから初年度1000円で翌年から無料ですよっていうのはそのまま続けますけども、まずは登録していただいて、でぜひ使っていただければと思いますのでよろしくお願いします。 URL 最後に貼っておきます。ではまた次回お会いしましょう。